ーク学位プログラムの高田夏樹です。私は富士山周辺に出現する吊るし雲という不思議な雲について研究をしています。吊るし雲というのは、山の風下にできるレンズ状の雲で、普通の雲と違って風に流されることなく同じ場所に浮かんでいる雲です。長い時には1日中発生していたりします。その姿が天に吊るされているように見えることから、吊るし雲と呼ばれるようになったそうです。で、私は吊るし雲がどんな気象場で発生するのかを、雲の動画とシミュレーションにより調べています。で、ネットで吊るし雲と検索すると、美しい吊るし雲の写真とか動画が出てきますので、ぜひ検索してみてほしいなと思います。私は、身近な気象現象の未解明問題に挑みたいなと思っていました。吊るし雲は、風が山に当たる時に生まれる山岳波という波によって発生して、でまた風が強くて湿度が高い時に発生するというふうに言われています。こういうふうに言うと、吊るし雲についてはもう全て分かっているように聞こえるかもしれないんですけれども、基本的なことが分かっているだけで、まだまだ分かっていないこともたくさんあります。雲という普段私たちが目にできるとても身近な現象であるにもかかわらず、まだ未解明な問題があるということを知り、私はその解明に挑戦したいなというふうに思いました。指導教員の草垣先生はとてもエネルギッシュな方で、いつも楽しそうに研究をしています。でまた、研究室の先輩方の人数も多くて、指導熱心でとても優しいので、またそのような方々と一緒に研究できるっていうのが魅力です。答えのない問いに、挑んで自分でその答えを導くというところが面白いなと感じます。今まで誰も知らなかった、分からなかったことを、自分で明らかにできた時の達成感と喜びはとても大きいです。例えば私の研究では、たくさん雲の画像を見たり、また扱う事例が増えるほど、何度も同じような実験や解析をしたりするので、研究は意外と地道だなというふうに感じます。まずは自分の興味の持てる分野、あと行きたい大学を見つけてほしいなというふうに思います。大学では一つの学問分野でもいくつも研究室があったりとか、一つの研究室でも様々な研究テーマを使っていたりします。でその中から皆さんが興味の持てる研究テーマに出会って、そのテーマについて研究できるといいなというふうに思っています。